宇宙フロンティア財団は民間による宇宙開発を推進することを目的とした非営利組織である。1988年宇宙開発の専門家らが創設した。近年宇宙フロンティア財団はアンサリー X プライズスペースシップワンロバート・ビゲローの宇宙ホテル建設計画などに補助的に関与している。宇宙フロンティア財団は アメリカ合衆国政府の宇宙開発計画、特にアメリカ航空宇宙局の計画にも重要な批判者としての役割を果たしてきた。例えば、スペースシャトルは独立企業化した方がうまく運営されるとの指摘をしている。しかし、NASA とは協力関係にもあり、民間の発明を宇宙開発に役立てることを目的とした先手にあるチャレンジプログラムなどで協力している。 他にも、小惑星や、彗星の発見と研究のプロジェクトザウォッチ、世界中の子供に、宇宙や、天文学への興味を持たせる、プロジェクトパーミッションツードリーム、毎年開催されていた、リターンツーザムーンとスペースフロンティア会議、宇宙への民間人の移民を推進する、プロジェクトスペースセトルメントプロジェクトなどがある。宇宙フロンティア財団で最も有名な人物として、リック・タムリンソンがいる。 彼は1995年以降6回にわたってアメリカ合衆国議会で宇宙関連の問題で証言している。タムリンソンはスペースニュース誌により宇宙業界の重要人物100人に選ばれた。財団の現在の戦略的な中心はニュースプイスコミュニティを成長させることである。ブッシュ大統領が2004年1月13日の演説で ディニュードスピリットオブディスカバリーというビジョンを発表した。財団は NASA がこの方針転換にどう反応するかに注目した。NASA の対応は2005年9月19日のエクスプロレーションシステムズアーキテクチャースタディの発表という形で明らかとなり、それを受けて財団は以下の目標を採択した。ありがとうございます。